ブラック日課スペシャル。こんにちは、アブラミッチョノです。オーです。はい、ド素人のウイスキー修行の旅、今回はね、私が日々普段よく飲んでおります、日課さんのね、代表シリーズブラックシリーズの中からブラック日課スペシャルいただきたいと思います。これ正直買うのはもう2度目、もうって言うとまだ2度目なんですが、前回はもう全部オールジャブジャブハイボールで飲んじゃいましたので、ストレートで飲むのは初めてとなります。これね、いいですよね、シリーズで唯一ね、ボトルが黒いんですよね。なんかウイスキーの色がわからないっちゅうのと、この黒にね金の、デザインがいいじゃないですか。このおじさんもいいですね、なんかすごく高そうに見えますが、実際は値段的にはディープブレンドとほぼ同じですね。もう一緒と言っていいぐらいの価格設定になっております。これね、いつも見ております、YouTuber さんによりますと、甘いと、甘さがあると、アルコール刺激の中に、甘さがあって、風味でいうならバニラ、ね、バニラ、キャラメル、ドライフルーツ、リンゴというところが目立って味わうことができるとのことでした。それがね、でも感じ取れたらすごいなっていうのと、いいウイスキーじゃないかなと思うんですよね。じゃあね、飲んでいきましょう。今回まだねこのぐらいちょっと飲んだだけです。たっぷり残ってますよ。いつもねもうほとんどなくなる直前のレビューになるんであれなんですけど、はい、じゃあ飲んでいきたいと思います。今日もね、日の高いうちにやってますんで声は出せますけども、せがれちんの声も入ってしまうというところで、すいません、花粉症が始まりまして、アルコールの香りはわかるんですが、その裏の香りはわかりません。腹詰まってなくてもね、わからないと思うんで、それは置いておきましょう。アルコールの感じは結構しますね、香りはね。じゃあ、いただきます。アルコールは結構きつい感じがしますね。今瞬間的に奇跡的に鼻通ったんですけど、香りは特に分かりません。アルコールの香りぐらいでしょうか。で、味なんですが、一番最初いなくなるチーチーのクーデン。眉毛整えてるその YouTuber さんに言わせると甘いってことなんですけど、私には全然甘さは見つかりませんでした。そしてねバニラ全然、キャラメル全然、ドライフルーツ全然、リンゴ全然ということで、オールアウトでございました。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。お会いしましょう。ああ、ちょっと待って。